西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛愛愛愛を愛を奏でてゆく西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛愛愛溢れる溢れる愛をあなたへ。さあ西田愛です。今日は韓国プチプラコスメを紹介します。これプチプラコスメと言っていいのか、コストパフォーマンス最高コスメって言った方がいいのかって感じなんですけど、見かけることが本当に多くなったエチュードハウス、今回はエチュードハウスのレオパードランウェイっていうアイシャドウパレット、私今までこういうアイシャドウパレットが流行るたんびに欲しいなって思うんだけど、結局このサイズ感荷物になるな、ポーチが大きくなっちゃうな、かさばるなっていうのがやっぱよぎってしまって、持ち運びのことばっかり考えて大きいの買わないようにしてたんですよ。私こういうのってブラシがついてないから、ブラシもさ別で用意しなきゃいけなくなるからって躊躇してたタイプなんですけど、気がついてみたら30超えまして、デパコスとかのさ、それのアイカラーパレットっていうの、アイシャドウ4色入りのやつを1、2、3、4種類、5種類とか、気がついたらさどんどん種類が増えていって、それをいつもポーチの中に入れてるわけよ。4色を4、5種類持って20色結局欲しいんだとしたら、そんなかさばるのってなんか効率悪くないと思って、そしたらちょうどそのタイミングでメイクさんがエチュードを私のメイクに使ってくれて、でじゃあ開けた瞬間のこの色の並びにときめいてしまったの。 1,2,3×1,2,3,4,5 15色でしょ、これで15色のアイパレットって今エチュードの中で何種類かあったのよ。タイプの違う、もうちょっとピンクが多いやつとか、もうちょっとピンクブラウンが多いやつとかあったんだけど、私最近オレンジメイク、オフェロメイクにハマっていて、オレンジを使うことが多い。だけど日常的には茶色を使う。だけどたまにピンクとかも使いたいし、秋とか冬の時期はテラコッタ、こういうボルドーっぽいテラコッタっぽい色も使いたい。でダークのブラウンも入ってると都合がいいな、そういうのあったらいいなと思ってエチュードハウスに行ったらあったんです。じっくり見て、このちょうどいい色たち、こういうマットなものもあるし、ラメギラギラなものもあったりとかで、混ぜ方でね何通りにでもなるっていう、すごく便利だなと思って、この薄さで済むわけよ。だからそのルナソルとかのデパコスのやつを 4,5 種類持ち歩くことを考えたら、これで済むってすごくコストパフォーマンスもいいし、私も荷物が軽くなって楽ちんだなと思って。何を私がよく使ってるか分かると思うんですけど、このオレンジでしょ、あの銅色というかちょっとそういうオレンジ系で、これもちょっとオレンジがかったテラコッタがかったシャイニーな色みたいな、この辺をよく私はミックスさせながら使ってます。で下まぶたにこの辺のピンクを入れたりして使ってるんですけど、今日は実際に今チーク、ここオフェロメイクでここにチーク塗って、リップもちょっとオレンジとピンクが混ざったような色にリップもしてて、アイシャドウもオレンジ系のメイクにやりたいなと思います。韓国コスメっていうのかな、私たちぐらいの年代になるとやっぱりどっか躊躇するというか、本当色持ちとか大丈夫なのかなとか、お肌は大丈夫かなとか、やっぱお肌の曲がり角過ぎてる人たちからしたらなんか不安なんですよ。出来物できないかなとかさ、なんか若くないし回復にも時間かかるし、なんか使うの迷うなっていうのは誰しもがこの30超えてる人たちはあると思うんです。なんか30超えてるしデパコス使ってた方がいいんじゃない、大人としてとかね、人の目もあったりするからそういうのも感じるんだけど、私はそういう葛藤もありつつ、使用感とか試してみて、よかったら YouTube で紹介できるし、まあ先行投資と思って今回買ってみたんです。このパレットで3,850円、でも4色のさ 4,5,000円のやつをさ買ってる、デパコスのやつってそれと換算してみたらなんかだいぶ割安すぎるんじゃないかなっていうあれがあるんですけど、まあまあ発色が良きゃいいやっていうぐらいで買ったんだけどね、いいんですよマジで。化粧直ししたことない、私このエチュードハウス使い始めてから。アイシャドウ塗り直しとか、夕方になってよれてきてもう一回重ねなきゃとか、そういう風に感じたことがないの。多分合ってんのかもしんない。まずはこれが結構明るいアイホールとかに向いてる色なので、これブラシがついてないからベアミネラルのね、こっちがアイホールとかに塗るよう、こっちが目の際に塗るような
硬いタイプのこれをチュンチュンチュンと取るじゃない。でアイホールに ふわっと、十分いい発色で、次は最近私がやってるので言うとこの色とこの色を混ぜる。結構そんな色っていうぐらいオレンジなんだけど、これを目尻側から塗ります。なんかレンガ色に近いというか、夏はもうちょっと明るいパキッとしたオレンジがいいと思うんだけど、秋冬はすごく可愛いと思う。この色だいたい幅は二重の幅になる感じ。こう目開けた時にそんなに見えなくても、パッてふとさ下を向いた時とかにオレンジがこう綺麗に広がるのがなんかキュンとするというかドキッとするじゃん。そういうのいいよね。これピンクとオレンジがちょっとだけ混ざったラメで、これはオレンジのラメ。これをちょん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 とやりまして、2つ混ぜて下まぶたにのせます。こんな感じちょんちょんちょんとやります。自分が思ってる以上にオレンジになっても、意外と今年はこういうメイク流行ってるので、これ色つきすぎじゃないっていうぐらいがちょうどいいと思ってください。ビビらずに1回やってみよう。最後こっちの硬い方のブラシに変えて、これとこれを混ぜまして、黒目の上から目尻にかけてちょっと際にスッと入れる。私はね最近もうねメイクこれぐらいなんだよね。あとはビューラーでちょっとまつげだけカールさせて茶色いマスカラを塗るだけ。アイラインはもう引かない。最近はそんなお風呂メイクってこういうことかなと思ってあんまりそのキュッてしまる色を使わないっていうのをモットーにやってます。秋冬になんかもってこいだなと思って、この赤いのとかもたまに差し色で目尻側に入れたりすると色っぽいジュワーってこう充血してる感じに見せられるから、なんかオフェロメイクにはもってこいかなと思って。本当にね発色が綺麗なので、さっきも言ったけど最初はビビるかもしんないけど、こんなに色が出ると思って、でも意外と完成してこうやってやってみたら、その分チークとかさ、その分口紅とか他のメイクのところでバランス取んなきゃいけないけど、こんだけ色がはっきり出るから、他が緩ければ全然このぐらいオレンジ主張しちゃっても、なんか目元がメインみたいな感じで持ってこれればなんか旬なメイクになるかなと思います。だからエチュードハウスのこのアイパレットレオパードランウェイはもうコスパ最高のアイシャドウパレットでした。原宿の竹下通りとかにもあるしさ、まあ、東京以外は、どこにどのぐらいあるのかちょっとネットで調べてみないとわかんないけど、気になる人はエチュードハウス調べてみてください。ちょっと高い買い物だけど、こんだけ色があると思ったらすごくいいお買い物だなと私は思いました。見てるだけでウキウキするもんね女子は。ではまた素敵な商品見つけたら紹介したいと思います。コメント、チャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでよかったら覗いてみてください。西大でした。みんなで可愛くなろうね。バイバイ。ありがとうも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。